菅総理大臣は今朝、新型コロナウイルスの影響で生活に困窮している人たちへの緊急支援策を発表しました。一人親世帯や所得が低い子育て世帯に対し、子ども一人当たり5万円を給付することが柱です。また孤独・孤立問題への対策では、自殺防止や生活支援に取り組む NPO などの活動を支援するため、60億円の予算措置を講じます。